こんにちは、真中満です。よろしくお願いします。今日は、はい、いよいよリーグ3連覇を挑むヤクルトスワローズについて、伺います。はい、臨時校長、春のキャンプで務められましたが、はい、その際に注目選手には山田哲人を挙げていらっしゃいました。はい、で昨年の成績が打率2割4分3厘、23本塁打、はい、この数字をどう見ておられるかと、復活のポイントについて教えてください。はい、まあそうですね、本人からしてもね、ちょっと去年の数字はもちろん納得にいかない数字だと思うんですけども、ただまあ彼もね、トリプルスリーのイメージが強すぎてね、いつも、僕ら解説自身もね、そこを求めてしまうんで、なかなか数字的には大変だと思うんですけども、まあそれにしてもね、2割8分から3割ぐらいと、30本近くのホームランもね、期待していますん で、その辺のちょっと修正というところで、このキャンプですけども、まあ本人もね、僕がなんかもう言う前にね、いろんなことをこう考えていまして、そこに取り組んで、キャンプを迎えているというそんな状態でしたね。直接ご覧になった一瞬キャンプでよ、山田選手をご覧になった印象だとか、取り組んでおられたことを具体的に教えていただければ。はい、まあ本当にね、いろんなことをやってましたね。ステップであったり、テイクバックのトップル位置であったりとか、いろんなことをこう修正しながら、また、例年よりね、すごいスイング能力を増やしているという状態で、振り込んでいる印象もありましたんで、まあ、体のキレとか、プラスアルファに働く部分はね、かなり大きいとは思って見てましたけども、はい、その後 WBC の強化試合の本番で、はい、実際かなり調子上がってるのかなと思ってみましたけども、どのように。そうですね、やっぱりね、2月3月ってある程度打席をね、こなしながら実戦に入っていくっていうのがまあ通常なんですけども、ちょっとその辺の打席の確保というところはね、なかなか今 WBC 中ですので、できてないと思いますから、そこちょっと難しいとは思うんですけども、ただまあ、開幕までにね、時間がありますんで、その辺はまああれで経験のある選手ですから、しっかり調整してくれるとは思ってますけど。今年ブレイクしそうな選手の名前を1人、2人挙げるとしたら。はい、そうですか。まあブレイク、まあ、ショートのね、長岡はもうね、去年もゴールデングラブ、そしてまあほとんどの試合をね、スタメンに入れたということで、まあもうブレイクしてるんですけども、さらにですね、アベレージがね、まだ2割5分弱っていうところでしたから、まあ2割7、8分とか3割近くもね、数字的には言ってくれるんじゃないかっていうふうに、見てます。またですね、外野手はですね、まあ、レフトのポジションが、まあ、キャンプ中非常にこう争ってるっていう感じだったんですけども、丸山とかね、内山、そして浜田あたり、まあ、この3人がね、外野の一角をね、取るんではないかなっていうような感じがしてます。はい、これから、はい、開幕の直前にですね、はい、サンケイスポーツの市場で、真中さんの順位予想が順位予想ね、はい、出てくると思います、はい、やりますよね、嫌ですけどね、はい、しょうがないですよね、はい、ズバリヤクルトの3連覇の可能性、それからヤクルトの順位予想だけでも少し教えていただければと、はい、まあ、可能性はあると思いますね、はい、まあ5割ぐらいにしましょうか、半分ぐらいの確率で、3連覇あるということです。まあ優勝予想はもちろんヤクルトにしております。今年もね、1年プロ野球をしっかり見て、皆さんにいい報道といいますかね、いい記事が書ければと思いますので、今年も1年よろしくお願いします。キャンプの時に、はい、オスナ選手が打った打球が、はい、ガラスが降ってきたありましたね、はい、本当大丈夫だったんですか、怪我は。大丈夫です、帽子もかぶってましたし、角度もいい角度で落ちてきたんで、一切怪我がなかったから安心してください。不死身の真中さんで。ああ、落ちてますね。はい、まあ、不死身、まあ、でもあれぐらいだったらみんな大丈夫だと思います。はい、大したことなかったです。